開催中のの、米女子、ゴルフツアーーダナオオプン、オハイオ州シルバニア。ハイランドメドウズ GC= パー71で渋野ひな子 23= イコールサントリーは予選落ちした8月の AIG 全英女子オープンで3位となり,り上り調子が期待される中約1ヶ月ぶりの米ツアー参戦でスコアを伸ばせなかった 特に今大会前にアイアンを新調したことでショットの精度が不安定な場面が多く見られた。た渋野日向子は距離動向よりもクラブ選択のジャッジを間違えていると自己分析し猛省したこうした現状に米女子ツアーを中継するワウワウで解説を務めている東尾美智子は相棒の存在に注目した 渋野日向子のマネージャーがキャディを兼務していることもあって、調子がいまいちで、ジャッジが難しくなる。自分が難しいって時にもし、プロキャディさんたちがついていたら、どういうアドバイスをしたか、違うゴルフになったのかな、と少しよぎっているところはありますと語った。その上で、東は彼女、 渋の日向子が気分よく一打一打を打てる。自信を持って打てる状況を、もう少し作れたら、クラブなどを選択するときにどうなのかなと思いました。とし、ジャッジミスが、スコアに響いているところが大きかったので残念ですねと指摘。ラウンド中に頼れるパートナーとなる、存在の重要性を解説した。渋の日向子は8日開幕の新設大会。 クローガークイーンシティ選手権に臨む予定だが、課題を克服し、優勝争いをできるだろうか。渋野ひな子は、予選落ち身長アイアンの距離感つかみきれず、思ったより飛んでいる、米女子ゴルフ、渋野ひな子、23、イコールサントリーイコールは、通算1オーバーの86位で予選落ちした。昨年優勝の畑岡奈車、23? イコールアビームイコールが6バーディー。1ボギーの66とチャージをかけ、通算7アンダーで首位と3打差の4位に浮上した。通算0アンダーのトップは、19歳の新人、ルーシー・リー、米国。6人出場した日本勢のうち、渋の日向子を含めて3人が予選落ちした。 4週ぶりの米ツアー復帰戦だった渋野日向子はカットライン2打足りなかった終盤までギリギリ安全圏にいたが残り2ホールとなった8番パー3でつまずいた第1打をグリーン左奥に外し難しいラフからの寄せが届かず3打目で今度はピンを3メートルオーバーさせ2パットのダブルボギー 最終9番もバーディーを奪えなかった。スコアを提出した後、すぐには取材に応じず、まっすぐクラブハウスへ、10分後、ようやく気分を落ち着け、報道陣の前に現れた。8番はいいショットだったけれど、風を間違えたかな、アゲンストと読んでいたが、 あげてなかったのかも。思ったより飛んでしまった。びっくりした。4年ぶりに新調したアイアンの距離感をまだ掴みきれていないようで、引っ掛けた時に、思ったより飛んでいると振り返った。それでも、1ホール、8番以外はよく頑張ったと。最後は笑顔を取り戻した。次週も、 同じオハイオ州での試合週末は調整に取り組むココアヤカと笹生優カ16位渋野ひな子は86位で予選落ち19歳の新鋭ルーシーリー単独首位18位から出た19歳の新鋭ルーシーリー米国が64をマークし通算10アンダーで単独首位に浮上した首位から出たシガンダスペインと インド人、中国が共に69で回り通算8アンダーで2位29位から出たのはしゃはたけオが6バーディー1ボギーの66で通算7アンダーと伸ばし4位に浮上した日本勢では18位から出たココアヤカと笹生ユカが共に69で回り通算5アンダーで16位 AIG 前衛女子オープンで3位に入った渋野ひな子は87位から出て2バーディー。1ダブルボギーの71と伸ばせず。通算1オーバーで上原彩子。野村聡志系と共に86位で予選落ちした。